合わす。あー、ここは技術も万事固め、オクトパスホールドで絡めついていきます。髪引く息だが、ミルは表情変えないですよ。ちょっと抜いていった。もうなんかあのままとんでもないことをしそうでしたからね、ミュー選手。いや、渡辺美優仕上がってますね、肉体で。ずっと表情厳しいですね。いや、そうなんですよ、クールなんですよね。だからこの上久選手の勢いに飲まれないように、そうそう、あの世界に乗っちゃいけない、乗っちゃいけないというね。あ、これは東洋メイトの仲間、桐生真宙の隠れてるつもり。さあ、追うのか、追うのか、これはどうかな、いや、知ってます。あ、いや、これ紙引く息も、紙引く息を総動員して今戦おうとしますね。本当ですよね、うん、これはね、フル回転、道場行かない、練習しないって言ってますけども、考えてきました。そうですよ、何をしたら美優選手が嫌か、どういうことに美優選手はこうイライラするかということを、おそらく、ね、あとはどうすれば勝てるかということを、ね、本当そうですよ、はい、確かに長野さん、はい、このパワーで対抗するのはもう短期間では不可能ですよね。そうですね、お、今乗らなかった、ね、あー、サミング、あー、すごい音がした。してやったりの表情の紙吹雪、いや、これは対渡辺美優にとっては正しいんじゃないでしょうか。いや、本当にそうですよね。どうしてもやっぱりパワー勝負したくなってしまうプロレスラーっていると思うんですけれど、はい、そこで戦ったらどう考えても難しいということはね。そうですよね、勝てる戦い方っていうのを考えるのが基本ですからね。15、場外カウントは20まで。あーと、あ、簡単には入らせません。だが、それを突破していく渡辺美優。まあ、前回普通の女格闘をね、に勝って、もう嬉しかった反面、やっぱこれトーナメント進んじゃうやつじゃんと思って、で次美優ちゃんがね、相手で、あの人マジで本当に前も言った通り、ずっと練習してるし、ずっと充実してるし、これもうなんかワンチャンもうなんか痛くなる前に負けちゃってもいいかなと思ったことあったんだけど、でもやっぱ周りのみんなが、まあ渡辺美優勝つじゃんって、誰が決勝かなみたいなこと言ってる、まあ、プチアンチみたいなね、まあいて、これちょっと違うなと思って、ユキのこと応援してくれてる人もいるし、親戚も応援してるわけだし、やっぱ美優ちゃんにどうこうっていうかね、負けるだろって言った人がね、うざかったんでね、ちょっとね、あの強めのテキーラをね、いっぱい飲んでね、来ましたよ、はい、嘘ですけど、はい、あのなんかトーナメントすごい嫌なんだけど、ユキたちはどう生きるかってな感じで、今後どう生きるか考えます。お疲れ。負けますと、負けた、負けますと、なんか神木さんが私と戦うって決まった時、まず私はみーちゃんのように練習はしないみたいなことを言っていて、なんかそこから割と定期的に考えるんですよ。やっぱ自分が毎日コツコツやってるものがまっすぐそのままなんか報われるって言ったらおこがましいけど、形になればいいなっていうのはいつも思ってることで、でもやっぱりそれでもプロレスでその練習量とかトレーニング量とかプロレスのことを考える気持ちとか、それだけでは勝てないものだっていうのはもう数年前から分かっていることではあるので、なんか悔しいです。でも私は頑張ることをやめることはできないので、明日からもまた頑張り続けようと思うんですけど、でも悔しいです。なんか去年すごい奮闘した夏で、恋夏で、その分今年こそ優勝したいっていう思いを思いすぎていたかもしれないし、なんか自分が
なんだろう、去年たくさん夏に愛してもらったから、なんか誰かがこの夏、夏めっちゃ濃い夏を、愛される夏を過ごすと思うと悔しいし嫉妬しちゃうんですけど、でもその悔しさをバネにいつも頑張ってるので頑張りたいと思います。はい、神福さんには神福さんらしい自由なかっこいいスタイルで勝ち進んでほしいなと思います。